車で行こうです。バリアフリーという言葉が叫ばれて久しいですけれども、先日国土交通省が全国の路線バスにおけるノンステップバスの導入率を発表しました。ノンステップバスというと、出入り口に段差のない床の低いバスのことですよね。そうですね。小さなお子さんとかお年寄りにはとっても親切なバスなんですけれども、そのノンステップバスの導入率全国平均、2007年度末で 20.3%、要するに5台に1台がノンステップバスという計算になるわけです。で、今回ノンステップバスの導入率が最も高かったところはどこなのかと調べてみたところ、兵庫県の尼崎市交通局で 94.1%、全国の事業者の中で9割を超えたのは唯一ここだけだそうなんですね。全国的に見ると大きい数字ですよね。ただし、この高齢化の状況を考えると、もう少し全国平均が上がるといいですよね。そうですね。本当にね、1台このバスね、2000万以上するそうなんですよ。なので入れたいんだけれども、なかなか苦しい台所事情ということで、入れられないところも多いんじゃないかなと思うんでね、そこら辺何らかの対策が必要なのかもしれません。それでは参りましょう。岡崎五郎の車で行こう。五郎岡崎トモコ藤島エンジン for the life。 この番組はご覧の各社の提供でお送りします。今回紹介するのは実に14年ぶりのフルモデルチェンジとなって2代目となったルノーのトゥインゴです。先代のトゥインゴはルノーで最も小さい車として1993年に登場。可愛らしいスタイリングが好評でね、全世界で240万台売ったそうですね。あの小さいボディに、つぶらな瞳が本当に可愛い車でしたよね。可愛かった。で、先代が遊び心にあふれたデザインだったわけなんですけれども、それだけじゃなくてワゴン的に使えるリアの2室とかね、意外と実用性が高かったのもこの車の特徴だったんですね。で、今回登場した2代目も、そのあたりをしっかりと受け継いでいます。ボディは3ドアハッチバックのみで、全幅が1655ミリに抑えられてるんですね。で、リアシート、ダブルフォールディングが可能なんですが、このシートを畳むとこのように奥行きのある2室スペースが出現します。エンジンは 1.2 リッターの4気筒、これにクイックシフト5という名前の5速ロボタイズとマニュアルトランスミッション組み合わせです。この他に GT というスポーツグレードを用意。こちらは 1.2 リッターのターボに5速マニュアルトランスミッションの組み合わせとなります。かなりスポーティーなグレードですね。そうですよね。今回ボディサイズが随分大きくなったような気がするんですけど、先代本当にコンパクトな車だったからね、その分ちょっと大きくなったんだけれども、でもそれでも幅が1665だからね、十分まだ小さいのかなと思いますね。で、面白いのはこのトゥインゴプラットフォーム先代のルーテシアのものを使ってるっていうことなんで、実にね、10年も前のプラットフォームを使いながら仕上げた新車ということなんで、現代においてそれ走るとどうなのかというあたりを検証しています。 VTR ご覧ください。トゥインゴに乗っています。高速道路を走っていて思うのは、やっぱり日本のコンパクトカーと比べるとどっしりしてるなということですね。直進安定性、それから乗り心地含めて非常にどっしりしてます。これほど小さい車に乗ってるという感覚はないですね。
で足回りはソフトなんだけれども腰があるという、非常にこうこれもフランス流の乗り味になってますね。でこのトゥインゴ実はプラットフォームを、仙台のルノーのルーテシアという車から譲り受けているんですね。直進安定性とかそれから乗り味ですね含めて非常によくできてます。時代の移り変わりというものを感じさせない、未だいいものはいいんだというような、感想を抱かせてくれる仕上がりですね。この車見てると非常にこう特徴的な形状のダッシュボード、このセンターメーターなんか非常に面白いですし、あとやっぱりいいのはこの樹脂ですね。触った感じとかは別に大したことないんですけれども、非常にこういい感じの脂肪が刻まれていて、これはおしゃれだなという感じですね。で、まあ、パッケージング自体も、やっぱり これだけのサイズでこれだけの広々感を実現しているというのは、とっても評価すべきことだと思います。ただこれできればシートの高さ調整欲しいですね。僕は、そんなに身長高い方じゃないですけれども、もうあと20ミリぐらい着座位置を下げたいな。特に高速道路走ってる時はそんなような感じがするんでね、できればこれ高さ調整シートに欲しいですね。この新型トゥインゴなんですが、トランスミッションが、ロボタイズドマニュアルトランスミッションという、まあ、いわゆる本当にメカ自体はマニュアルトランスミッションなんですが、クラッチ操作とギア操作をコンピューター制御されたアクチュエーターがやってくれるということですね。で僕はやっぱりこの、種のものっていうのは日本には向いていないと思っているんですけれども、そんな中で、実際に乗ってみると、このロボタイズドという形式も、そこそこ洗練されてきたなという感じはありますね。で今発進しますけれども、発進なんか非常にクラッチのつなぎはスムースですね。で発進をして、そして加速をしていくと、で加速をしていって今2速にシフトアップしましたけれども、このシフトの、ギクシャク感というのが随分今までのものより減っています。ですからこれマニュアルに乗っているつもりでそれのクラッチ操作がいらないなという、気楽に乗れる、ということではいいんですが、非常にこうイージードライブであるとか洗練度を求めるとなるとちょっとこう不満が出てくるかもしれないですね。このトゥインゴに乗ってみて感じるのは、やっぱりその非常に小さい車でありながらも妥協してるところが少ないなということですね。特に走りの面、このステアリングのしっかりしたフィーリングであるとか、そういった部分がとてもよくできていると思いますね。あとデザインなんかもやはりそのフランス車らしい、ちょっとこうおしゃれな感じもしますしね。ですからその小さいイコール安っぽいっていうだけじゃなくて、なんかプラスアルファのところでなんかこう心を楽しませてくれる、不思議な魅力っていうのがこのトゥインゴにはあると思いますね。旧世代のプラットフォームを使ってる割には、かなりコンパクト化らしからぬしっかりした走りを実現してますね。ね、というのも旧世代と言いつつ、この先代のルーテシアっていうのは僕は名車だと思ってるんだよね。で自分で7年間乗ってて、買った時からこれよりいい車が出たら買い替えようと思って乗り続けてるうちに7年経っちゃったっていうぐらい、本当にね、直進安定性といい、そのコーナリングといい、乗り心地といい、本当に良かった。その良さがやっぱりこの新しい、ね、車にもちゃんと引き継がれているというのは、やっぱりそこら辺というのはなんていうのかな、スペックで表せないね、なんかこうやっぱ味わいみたいな世界がねまだまだ残ってんだなっていうのは思いましたね。そういうとこ確かに大事ですよね。であとね、走りが好きな人にはこのターボを積んだ GT なんかもあるんだけど、これ乗ってみてどうだった？いやー、よかったですね。GT とはいえ、乗り心地確かに、GT って言うだけあっていいって言った方がいいかな、スポーティーなんですけど、すごく乗り心地も良かったりして上質感があるんですよね。そうなんだよね。これ決してジャジャ馬ではなくて、結構乗り心地がむしろノーマルより
しなやかだったりとか、エンジンも当然回せば速いんだけれどもさほど扱いにくくないとかね、そういう意味では結構その日常的にも使えるコンパクトなスポーツハッチなのかなっていう感じはするよね。そうですよね、マニュアルでもすごく扱いやすさがありますしね、うん、だからまあ遠出する人なんかはこのひょっとするとターボエンジンの余裕がねまたねいい具合に助けになるのかもしれないななんていうふうにも思いました。この後はインポーターの方にお話を伺っています。一旦 CM です。はい、ここからはインポーターの方にお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず三船さんにお話を伺いたいんですけれども、このツインゴ日本に入ってきているルノーのラインナップの中ではどういう位置づけの車になりますか？ルノー実は今年 ですね、創立110周年になるんです。はあはあ、でルイ・ルノーが車を作って最初にやったことっていうのは、うん、なるべく多くの人に車を乗ってもらいたいということで、うん、安い車を作ったんですね、うん、それ大衆車っていうのが、ルノーブランドの特徴なんですけれども、うん、そういう中で特にこのツインゴというのは、ルノーブランドのエントリーカーとして、うん、どなたにでもですね、お求めやすいというエントリーモデルとしてポジショニングしています。この新しいツインゴの特徴、これはどこになりますか？やっぱり先代のルテシアのですね、素晴らしい車種をベースにして作ったところっていうのは一つの特徴と言えるんじゃないかな。あれはね、本当に良かったですね。僕も自分で乗ってたじゃないですか。ですよね。本当乗れば乗るほどいいなと思ってたのが、これに使われてるってこうちょっと資料をね見て、おおっと思いましたね。ですよね、うん、やっぱりそのシャシーっていうのは、サスペンションもそうだし、電動パワースタリングもそうだし、はい、うん、やっぱりお客様にも一番こう伝わるですね、道路の状況とかですね、うん、安全運転するための部品で、ものでもありますから、やっぱりそれがもう一番このコンパクトカーにふさわしい、その先代のルテ車のシャシーを使うのが、世界だったんじゃないかなと、うん、基本がいいし、うん、それ以外の設定、サスペンションのセッティングとか、うん、そのステアリングの、ソフトのですね、マッピングとか全てリセットして、うん、それをツインゴの味をつけてですね、うん、だから旧型ツインゴユーザーにしてみても、うん、その旧型ルテ車ユーザーにしてみても、非常に出来のいいコンパクトカーに、できたんじゃないかなと、完成できたんじゃないかなと思っております、うん、そうですね。じゃあちょっと、いよいよこの中を見せていただきたいんですが、はい、このリアがセパレートになっているというのは前のツインゴと同じですね。そうですね、絶対この機能が残していくというのは、ツインゴで、っていう名前をもう刻んであるだけでですね、やっぱりリアシート独立、そしてスライド、そしてダブルフォルディングですね、折りたたみ式のシートになっております。これは旧型シンゴ。スライドも残ってるんですか？スライドも残ってますね、先代は結構いっぱいスライドします。これも結構、そうですね、結構一番前に行くとかなりのスペースですよね、でこれが22センチもスライドします。あ、なるほどね、はいはい、これ脱着はできないんですか？脱着はちょっとできませんが、その折りたたみができるということで、折りたたんだ状態でですね、ビデオ方式で959リッターですね、その大きな容量のトランクになってしまいます。はい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 、旧型よりは多少大きくなりましたし、スライドの幅もできるようになりましたし、当然ニールームもですね、23センチもありますから、自分はそんなに小柄ではなくても、ちゃんと足を組めるような状況にもなります、はいはいはい、だからユーティリティ性と、その後ろのですね、享受性を考慮したツインゴでありますね。でこのツインゴもう一台、結構その走りに振ったツインゴ GT ですか、というモデルもあるようなんですけれども、この GT の特徴を簡単に教えていただけますか？はい、GT はですね、このツインゴをベースにターボのエンジンをつけまして、100馬力、TC100 というエンジンを積んでおります、グランツーリスモとしてロングツーリングに耐えられるような、快適装備を充実させています。具体的にはクルーズコントロールとかですね、あと広くどっしり乗ってもらうためのサンルーフ、その他安全装備の ESP などを標準にしております、あんまりスポーツっていうよりも GT、
快適性も持ってるっていうことですね。そうですね、はいはい、弊社にはルノースポールっていう、ブランドもありますので、まあ、そちらの方で究極のスポーツを追求して、うん、GT というのは長距離を、まあまあ、簡単にドライブしてもらうというグレードとして位置づけています、うん、じゃこのトゥインゴのルノースポール版みたいなのも出てくるんですかね。そうですね、期待しててください。はい、分かりました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。トゥインゴはフランス人の大胆な合理性が味わえて、うんまあ、輸入車の初めて乗る車としてはすごくいいですよね。そうだね、おしゃれさからいくとイタリア車も負けてないっていうか、イタリア車の方がちょっと上かなとか思ったりもするんだけど、そこに実用性を忘れていないっていうのがやっぱりフランス車の魅力だし特徴だなと思うんだけど、でもね、三浦さん、ルノースポールも期待しててくださいって言ってたね。そっちに乗ってみたいですね。本当に出てくるのかな。楽しみですよね、うん、でもね、日本市場として考えると、まあ今時スリードアハッチバックっていうのは非常に珍しい存在だし、まあこれがね、どうなんだろう、受け入れられるかどうかっていうのはちょっと微妙なんですけれども、ただいずれにしても国産のコンパクトか、あるいは軽自動車ではなくて、もうちょっと個性的な車でも実用性捨ててない車っていうのをね、探してる人にとっては結構ね、これ有力な一台になるんじゃないかなと思うんだよね。そうですね、この個性がいいですよね、うんうん、はい、はい、評価の時間です。はい、ですね、いつものように4点満点なわけですけれども、今回の、僕の評価2点にします。でまずそのなぜ2点なのかということで、ロボタイズド MT、 これね、やっぱり日本人にとってはなかなか使いづらいんですね。普通のトルコン式のオートマチックとか CVT とかと比べるとやっぱりギクシャク感とかね、それがどうしても出てしまう。マニュアルをねうまく運転できる人だったらこれもうまく運転できるんですけど、日本人ってなかなかそういう人がね今少なくなってきちゃってるんで、ちょっとこう厳しい部分かなと思うのと、もう一つ、デザインなんですけれども、これ前から見た時は非常に個性的だと思うんだけれども、後ろから見た時若干こう軽い感じがするなと、いうことが僕のね、個人的にはそういう感じがするのと、あとやっぱりイタリアのコンパクトカーあたりと比べるとね、もう一つ突き抜け感が欲しいななんていうことで、僕は2にしました。でともちゃんどうしますか。私今悩んでるんですよ、うん、というのもこのトゥインゴっていう車は小ささが可愛さに結びついてたんで、うん、ちょっと大きくなりすぎたかなっていうような気もするんですよね、うん、でも別の車として見れば、うんまあ、直進安定性なんかもすごくいいですし、うん、あと見晴らしのいいドライビングポジション、うん、それから元気よく伸び上がるエンジンフィール、うん、ああいうのもすごくいい、うん、でさらに細かいところを見てみると、うんまあ、インパネとかシートはすごく除湿感があるのに、うん、後ろのハッチの裏側は鉄板がむき出しになってたりとか、そういう荒削りなところが逆になんかこう人懐っこさを感じるというか、うんうん、なのでまあ可愛いと思ってたのでやっぱりつけちゃいますね。もうつけますか。はい、いやいや、今ねどうすんのかなと思ってたんだけどやっぱりつけたね。うん、というわけで、ルノーのトゥインゴの総合評価は3点ということになりました。ここで一旦 CM です。藤友流のコーナーです。今週のお題はこちら、コンパクトルノーの DNA です。今回紹介した新型トゥインゴのようにルノーのコンパクトカーは遊び心と実用性をうまく両立しているのがポイントです。そんなルノーのコンパクトカーの歴史を振り返ってみましょう。まずは1946年に登場した 4CV リアエンジンの4ドア車で、フランス車で初めてミリオンセラーとなったモデルです。日本でも日野自動車がライセンス生産を行って、小型タクシーの定番として親しまれました。日本でもね、昔はいっぱい走ってたんだよねこれね。かわいいですよね、うん、これも 4CV の後継として1961年に登場したのがキャトルです。当時の人気車種シトロエンに CV を意識して FF のハッチバックとなりました。ワゴンとしても使える広い荷室スペースが受けて大ヒット。1992年までなんと31年間も生産されました。これね、今でもパリなんか行くとたまに走ってるもん。あのグリルというかライトがすごく可愛いですよね、うん、
4の次は5ということで、こちらは1972年に登場のサンクです。現代のコンパクトカーに通じるシンプルで洗練されたデザインで、こちらも大ヒットとなりました。ちなみに世界で初めてプラスチックのバンパーを使ったそうですよ。そうなんだ、それは知らなかったな。もう一つ忘れられないのが、フロントにあるエンジンを無理やりミッドシップにしちゃったサンクターボだよねそうですね、うん、すごくなった。そして時代は移って1993年に登場したのが初代トゥインゴ。フランス車ならではのユニークなスタイルと荷室スペースが評価され、こちらも長寿モデルとなりました。うん、これね、出た時本当おしゃれでね、一部にはホンダのトゥデイに似てるねなんていう声もあったけどね。そういえばそうですよね、うん、いやいや、もうこうやって見てるとルノーの歴代のコンパクトカー、本当にね、実用性一辺倒じゃなくておしゃれだっていうのがね、まあ、あるんだろうなと。だからこう両方がこう成り立ってるっていうのがね、おしゃれでなおかつ実用性もあるっていうのがすごく特徴的だよね。そうですよね、うん、まあ、ライバルのシトロエンですと、まあ、例えば日 CV のようにちょっと奇抜とか前衛的なイメージなんですけど、うんうん、ルノーはちょうどカジュアルなイメージがありますよね、うんうん、そうだね、うん、だからね、そうやって見てみると今回紹介した2代目のねトゥインゴなんかもやっぱりルノーの DNA を強く受け継いでるんだなという感じですね。いや、今でも見劣りしないこの魅力いいですよね。うん、そうだね。はい、以上藤友流でした。ここで番組からのプレゼントです。自動車専門誌のオートカージャパン、カー&ドライバー、カートップ、カミオン、Kカースペシャル、ザ・マイカー、トレンドワゴン、ドライバー、ナビ、ニューモデルマガジン X、 モーターファン別冊、ルボラン、エコモ、以上全13種の中からご希望の本を抽選で130名様に無料でお送りします。お申し込みの方法は、郵便はがきにご希望の商品名をお書きの上、住所、氏名、電話番号、そして番組に関するご意見ご要望を書き添えの上、ご覧の宛先までお送りください。またインターネットでも受け付けています。 TVK ホームページまでアクセスしてください。また当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。今回ルノートゥインゴを取り上げたわけなんですけれども、まあ、今の時代ね、ダウンサイジングって言って大きな車から小さい車に乗り換える人すごく増えてるよね、はい、でそういった中でこうやって小さい車の選択肢が増えるというのはとってもいいことだと思うし、やっぱり小さくて実用性があって、でもやっぱり個性がないとどうも大きい車から乗り換えにくいもんね。そうですよね、うん、そういう意味では今回のトゥインゴって、うん、こういつまでも乗っていたくなるような、うん、すごく楽しさがこう芽生えてくる車ですよね、うん、そうだね。あとやっぱりルノーについて言うと一つこう結構注目点なのが、まあ、日産と一緒になってルノーっていうのはね、ビジネスをやってるわけなんだけれども、実は一部の日産ディーラーでもルノーって扱いがあるんで、結構そういう意味では国産車ユーザーにとっても、まあ、敷居が低いっていうのかな、いつも付き合いのあるディーラーと割とそので買えるっていう意味ではね、結構いいんじゃないかなと思うんだよね。そうですよね、輸入車っていうとそのメンテナンスも気になるところですもんね、うん、うんうんうん、そうだね。前のね、でもね、ルーテ車は僕ね7年間乗ってて2回しか止まんなかったからね。お、すごいじゃないですか。まあ、2回も止まったのかって言われるかもしれないけど2回しか止まんなかったっていうのはなかなか優秀なんじゃないかなと思うんですが、あとね GT、これあんまり長くは乗れなかったんだけれども結構いい車だったね。いや、あれ気持ちがいい車ですよね、うん、乗り心地も本当に良かったし、うん、マニュアルでいいんだったら僕は結構あれ注目だと思うんだけど、うん、私もぜひマニュアルで乗りたいですね、うん、この車だったら。はい、次回は新しい低燃費エンジンが追加されたアウディ A3 スポーツバッグをお送りします。ではまた来週。ご覧の各社の提供でお送りしました。